ガエターノ・マリーア・フェデリーコ・ディ・ボルボイ・コールデ・デシチリエは、両シチリア王国の王族。両シチリア王フェルディナンド2世と、その2番目の妻のオーストリア大公女マリア・テレジアの、間の、第7子。フェルディナンド2世にとっては5番目の息子である。ジルジェンティ博の儀礼称号で呼ばれた。ガエターノは1868年5月13日、マドリードで、 スペイン女王イサベル2世とその福君カディスコーの長女イサベル・フランシスカと結婚した。ガエターノは妻イサベルの両親それぞれと重慶帝同士であった。この縁組はスペインブルボン家がサボヤ家のイタリア王国による両シチリア王国の併合を承認したことに伴って生じたスペインブルボン家とブルボンシチリア家の間の不和を収めるためのものであった。結婚に際し、 ガエターノは、スペイン王子の称号を授けられた。二人の結婚後間もなく、スペイン名誉革命が勃発して、義母のイサベル二世は王位を追われた。ガエターノと、妻、イサベルの結婚生活は不幸だった。結婚後二年の間、ガエターノはウィーンなどの大都市に住む、親類縁者のもとを訪ねて回る生活を送った。ガエターノは、精神的に不安定かつ憂鬱症で、 体が弱く転換の持病があった。ガエターノは何度か自殺未遂を起こした上、1871年にスイス、ルツェルンのホテルの一室で拳銃自殺を遂げた。妻イサベルとの短い結婚生活の間に子供は授からなかった。ありがとうございます。